どうもー、こんにちは、でこつ。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。あ、小耳を入れようか。はい、隠れないでくださいね。あ、どうも、こんにちは。はい。オーディションっていうなんかマルチタレント発掘オーディションみたいな、声優を軸としたマルチタレント発掘オーディションみたいなのに今参加していまして、候補者に残っているんですね。あ、そうなんです。一日何回でもできるということで、結構みんな100回やってよなんていう人もいて、本当にありがとうございます。あ、一応ですね、そう、ボイスサンプルとかないんだけど、一次の審査でボイスサンプルも送ったりとかして、一応プロフィールとかもいろいろ提出して、まあ、それで一次が通って今って感じで、今はちょっとウェブ上に顔だけしか載ってないんですけども、今後、ボイスサンプルはないんですけど、ちょっといろいろ、この間やった、収録オーディションの内容がウェブに載っけられて発表されていくので、まあ、それを見て判断するっていう人も、まあ、判断材料がまあこれからいくつか増えていくよっていう感じにはなるんですよね。そう、サンプルはないんですよね。まあでも声優オーディションだけども、あくまでマルチタレントというか、声優を軸にしたタレントのオーディションみたいな感じなので、まあ多分タレント性もすごく重視しているオーディションなんですね。そうですね。まあ声質とかは多分これからアップされているものでわかると思うんですけど、あー、コミュニティ登録ありがとうございます。あ、ゲスミンはサンプルにはできませんね。はい、でもね、これから、あー、なんか URL 貼ってくださったことありがとうございます。そう、何回でも投票できるんですよね。なので皆さんありがとうございます。ぜひぜひですけど。ですね。で、その、そう、なん、で、このオーディション優勝したら何があるかっていうのは、今、このオーディション自体がアニマックスさんと集英社の週刊少年ジャンププラスっていうのの、提携してるオーディションなんですけど、まあ、優勝者、まあ、残るの一人だけなんですけど、最終的には、優勝した一人は、そのジャンププラスの、大賞を受賞した、アニメ作品に、の声優としてデビューできるっていう感じなんですね。はい。自分、そうですね。ああ、もう本当ドラクエのね、フォロワーさんのおかげでね、結構なリツイート数をいただきまして、本当に感謝でございます。はい。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。そうなんですね。アニマックス専念した、あれのアニメ、あれのアニメ、あれってどれかわかんないけど、そう、そうなんですよ。あ、これって。まだいいか。で、今日は1時間ぐらいの枠なんで、まあちょっとこう語りをしてからのドラクエやるっていう流れでいこうと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そう、ああ、あれあれ、そう、あれだよ。そう、あれあれ。あれな。あれあれ。そう、それなんですよ。そう、あれあれ。みんなよくわかってるね。相変わらずいいこと、ありがとうございます。ね、私のデコについてのこともそのうちウェブにアップされていくので、まあ悲惨なんですけど、まあ悲惨であんまり見てほしくないんですけど、見てほしいっていうような複雑な状況です。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。歌とかもあるんでしょ。あ、歌もありますね。歌とか自己 PR とか、その審査内容がさらけ出されるっていうね、すごい恥ずかしい動画が今後上がっていくんですよね。はい。だから漢字の練習、そうですね。漢字読めないと声優としてはダメですよね。はい。で、この、なんと、まあ、もうなんか見たら、公式で発表され、公式でというかもう記事でもなってたんで言っちゃうんですけど、実はこの一次を通るのに、1000人ぐらいの人が応募されていて、倍率50倍ほどということを聞きまして、本当に驚いていて、びっくりしています。で、このみんなが投票してくれてるやつで、最終に進めるのが、投票で決まるのが5人。で、5人から1人に絞られるのは、あれです。もう、公開オーディションで。っていうか、もう、審査員の、判断もありという感じにはなると思うんですけども。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。
そう、特技におでこ慣らしって書いたんですけどね、全然特技にならないような状況にな、まあネタバレになるんでまだ言わないんですけど、なってしまった感じになりますけど、はい。まあそこはね、お楽しみにしてもらえば、していただければと思いますわ。はい。ああ、我々が決勝まで押し上げるのか任せてありがとう。本当にありがたいです。私、だって、リツイート数が100超えたことなんてないのに、その宣伝のやつだけ150ぐらいも、もうなんかリツイートしてもらって、本当に感謝ですね。はい。というわけで、ベラベラ話したんですけど、久しぶりにね、ゆっくりドラクエやりましょう。そうなんですよね。B 級画面を。そう、でもあまりに本当に皆さん、優しすぎて、もうその日はかなり、もう初日から涙止まらないっていう状況になりましたね。はい、一日一票ありがとうございます。一日一票でもたくさんの人がいれば本当にたくさんのね、票になりますしね。久しぶりで。これいいのかな？そうなんです。私実は一番最初に知らない人も多いと思うんですけど、一番最初に入った事務所が声優事務所っていうのがありまして、そんで、まあ、声優という職業に興味を持ちまして、もともとモデルで業界に入ったんですけど、最初に事務所、入った事務所は声優事務所だったんですよ。ほんで、次に入ったモデル事務所でも声優の事務所に入っていったよっていう、あれを言っていたら、そのローソンのコンビニご飯の、こう、声優対決のね、案件をいただきましてという流れになってて、本当にね、なんかちょっと、この仕事に運命を感じている部分はあるんだよね。そうそうそう。画面が横に広い。そうそう。でも私これね、回し方よくわかんない。見づらいですか？これね、全部上と下の空白なくしたいよね。アスペクト比、どれだっけな。いや、全然、全然、これで大丈夫ですかね。あ、仕事に戻ります。頑張ってね。ありがとう。ありがとうございます。コンフィグ。あ、コンフィグで直すの？これって。でもこれ多分ね、エンコーダーの方の問題やと思うんだけど、違うかしら。いや、違うのか。まあ、一回一度落とさなきゃいけないんだったら。これでも。よし。で、これって、すぐにちょっと延長しようかな。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。ちょっと、1時間って決めてるので、先に延長しておきます。はい、延長しました。はい、延長2ありがとう。んで、何しよう。あ、離席中になってる。今日はね、何をするかはね、あ、なんかすごいドラクエの方がカクカクしてるの。カクカクしていても大丈夫そうなコンテンツをやろう。あ、なんか、カクカクやね。なんだろう、ドラクエが。一回、作戦、チーム面に挨拶してないんだけど。チームをチャットを一回消しましょう。カクカクよね。そうなの、これ。見て。これ、チームレベル50の敬意の、仕草じゃなくて、立ちポーズなんですよ。ほんと、かっこいいよね、これ。ちょっと配信してますって、チームメニューとこ。配信してます。チームチャ、ケイシーます。ソリタン。そう。なんですけど、本当私、一番チームクエに貢献してないリーダー、情けない。みんなやってくれて本当、あかんわ。よいしょ。でもおかげさまでチームも130人ぐらいになってて。あ、解像度高いのかな、これ。解像度さ、これコンフィギュですぐ下げれるっけね。
コンフィグでやってみよう。自分のとこも50になった。おめでとう。おめでとうございます。今コンフィグ開いてる。あれ、トマト？え、トマトじゃないか。マリン、あ、来た来た。環境設定、グラフィックス。あ、さ、最高品質にしちゃってたわ、ほわほ。この間そうだ、変えちゃったんだ。なんか、チーム面全員じゃないけど、みんなで写真撮るときに、映らない人がいたから、そう、変えちゃったんだよ。これで多分大丈夫かな。滑らかに映り、せいせい入れな。ぼんやりしたい。いやー、コミュニティ登録ありがとうございます。これでどうだろうか。一回これでやってみて、無理だったらもうちょっと。はい。あー、まだダメだね。NLE の方の解像度下げるのもあり。ちょっともう一回 DQ の方やってみます。調整枠になってる。標準品質、ぼんやりした光の表現を有効にする。を消す。一応このチェックを消すか。フレームルートって何？オブジェクトの、オブジェクトの輪郭を滑らかにはしないでいく。ここまで下げたらちょっと、大丈夫なんだ。これは？まあ、まだ微妙に。あ、でもさっきよりはいいのかな？さっきよりはいいか。じゃ、ちょっと、エンコーダーの解像度を下げましょう。今、640×なんとかになってるから、ちょっと、どうしようかな。どれまで下げるか。一番低いの。
さっきよりはいいかな。画質荒いな、めっちゃ。これ、仕事に戻るがタイムシフトで見るよ。ありがとうございます。画質荒い。解像度下げちゃったからね。なぜだろう。この人数じゃ多分立ち見ててないと思うけど、ちょっと今小耳開いてなくて見て、見えなくてごめんなさい。コミュニティ登録ありがとうございます。いや、PC はね、その壊れた PC は今使ってないので、PC の問題はないと思うんですけど。動いてますね。大丈夫だね。広告のまさん、声優ドリームオーディションにエントリー中、D910TV 初心者初代、初心者大使 初心者2回ついてるがな。 ありがとうございます。そうだ、さっきの広告な、ね、そう、会社は問題ないんですよ、全然。じゃない。よいしょ。宣伝のところでさっきの人の名前を読みましょう。履歴。さっき広告読めなかったやつだった。入ってる。カボさん、解像度下げても美しいデコ姫の配信です。ありがとうございます。ノマさん読んだね。隠れファンさん、久しぶりのデコ読んだね。ダウザー、俺たちさんか。おすすめの生放送です。見に来てね。ありがとうございます。また広告。これ今のやつか。解像度下げても、美しいでごいめ。ありがとうございます。ミヤリの問題かな。そう、私の問題かもしれないね。顔今日パンパンですし。ゲームのね、クオリティも多分下げたんだよね。多分こんぐらいなら大丈夫でしょ、さすがに。ちょっと文字が見にくい感じですけど。こんなにかな。どうしようかな。ちょっと久しぶりに OK でもやろうかと思ったんだけど、ラグイとなる、カクイとなると、OK はやめた方がいいかな。職人でもやろうかな。ゲームを再起動しないと意味ない。そうなの？まだラグいな、これ。そう、ユージがダークネビュラスサポ討伐はびっくりですね。私まだダークネビュラスは行ったことないんだよね。オカンが倒してるだけだったもんね、今までは。広告大五郎さん、配信のために引っ越しをするプロコンション。初見やりに急転配信な。いや、するでしょ。下先で結局できないっていうアホをやってますけども、ありがとうございます。これはすごいラグいな、ちょっと。これはすごいラグいな。レグナードもいけないよ、これは。ちょっと解像度かね。もうちょっと下げる？これ以上下げたら本当になんかぼやぼやしそうなんだけど。今はネビラス普通に倒せる。そうか？それはないんじゃない？画面解像度っていうのを下げればいいのか、これ。画面解像度。触んないよ、これ。変えられないじゃん。広告いっぱいありがとうございます。セラさん、久々の初代さん見に来てね。ありがとうございます。そっか。ドルアーム都会だから人多いんだな。そういうことにしとこう。フレームレートこれか。あったぞ。30になってる。
きっとドルワームが人が多いせいですね。解像度が一旦ゲームを落とさないと。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。まあでもじゃあ今日はじゃあ、語りをメインで、くじ引きでも引きますか、じゃあ。後で解像度を下げておいてね。あ、もうドアも開けんのあれで。ああ、そっか。解像度は一回ゲームを落とさないとね。よしよし。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。よし。じゃあ、私の大好きなグレに行って、くじ引きじゃない、くじ引きじゃない、福引きでもしましょうか。ちなみに、そう、宝くじは買いましたか、皆さん。ユレンダーヒルズは買えません。この間も教会に寄付しそうになったしね。全然お金はありません。だいたい私は2、300万ぐらいでずっとね、キープしてる感じなんだよね。あ、投票ポチったよ。ありがとうございます。おー、滑ってる。え、何がまたか。あ、寄付しそうになっただけで寄付してないですよ。たまたまそこにいた人が助けてくれたんで。スイー。そこのね、スイスイ好きなの。ん？コミュニティ登録ありがとうございます。本当ありがたいよね。ああ、鼻炎の手術をね、実はしたんですよ、ようやく。で、あ、コミュニティ登録また来たかな。ありがとうございます。で、手術して、手術って言っても今は切るんじゃなくて、もうレーザーで粘膜を焼くっていう手術なんですけど、無事終わりまして、あ、そう、今貯めといた方がいいのか、これ、もしかして。なんかあったっけ？終わりまして、それで、手術して、2、3日は、鼻水、鼻詰まりがやばいって言われてて、で、その後2週間ぐらいも、まだ、鼻のその粘膜焼いたかさぶたができてるの、塊が出てきたりとか、鼻水も、まだ続きますよって言われてて、だからそれはもうしょうがないんですよね。あ、あと今日薬飲むの忘れた。手術後も薬飲まなきゃいけないんですけど、今日薬飲むの忘れたわ。そうだ。ご飯食べてないから。うん。あ、スペシャルは引いていい。あ、本当に？じゃあスペシャル引こうか。何枚あるんだろう。あ、61枚か。あ、コインボスか。はあ、そっか、でかいコインボスか。ロボットみたいな、でっかいやつか。まあ、スペシャルだったらいいかな。まあ、ゆっくり。じゃ、10連福引きをしないで、スペシャル福引き、普通の福引きやってれば、まったりやってれば、まあ、語りながらできるでしょう。そう、薬飲まないとダメだよね。そうなの。そう、あとね、そう、レーザー手術は一回やったかって完全に治るわけじゃないので、体質によっては、またすぐぶり返しちゃう人もいれば、あ、コミ登録ありがとうございます。いれば、まあ何年も持つ人もいれば、人によるからわかんないんだよね。でもまあしばらくはスッキリするでしょうってお医者さんにも言われてて、大丈夫だと思いたいのですが、結構私ね、もうね、重度の鼻炎でしてね。メアリの風邪うつった。いや、風邪は引いてないけどな。そうなんですよね。だから、慢性鼻炎って結構、一生付き合わなきゃいけないもんなのかな。でもなんかね、せっかく、声のお仕事をするっていうチャンスもあるんだから、やっぱり手術はしなければと思っていましてね。したんですけども。いや、そんな高くないですよ。薬含めて、1万円ぐらいでできるから。そんな高くない。ああ、そうなんでね。体質改善自体はできなくて。あ、お刺身さん。言ってもいいのか？いいのか？ お刺身さん、アンキモさんのサブキャラクター。あ、3頭来た！やった。サブキャラクターで、あれ？デコタと唯一のお友達？デコタとお友達でしたっけ？ 私のサブキャラのデコタと一番最初に友達になってくれた。お刺身さん。いたー！かわいい。かわいい、この目。キリッとした目。V さんと同じ目かな。この下の方に見える？
いたいた。飛んでる。めっちゃスローモーションだ。かわいい。そう。デコタの唯一のお友達ですよ。お刺身で餅つきしたい。ああ、プクでの餅つき流行ってますね。私もデコタでやられました。デコタ餅。あ、パウダーの声よかったよ。ありがとうございます。ね、全然まだまだなんですけどね。ありがたいです。鼻水やべえの、本当に。間違えた。え？あ、オッケー。あ、プクリタもフレンドですよ。アイキのサブキャラね。二人でプクを作ろうっつって、プク作って、一緒に。かわいい、お写真ちゃん。ずっと止まってる。ああ、そう。この目、この目。全部食い物なんだな。そうそう、そうらしいですよ。なんか、おつまみ、おつ、肝系？おつまみ系？が、なんか、お好きなようで。ゲスミンの声も好き。いやー、ゲスミン今日持ってきて、持ってくればよかった。今度ゲスミンね。まだ出しますよ。ゲスミンは、私の帽子をかぶっています、いつも。私のかぶる帽子をかぶらせています。家では。マンキモさんは何キャラやってるの？何キャラでしたっけ？ 5 キャラ、5キャラだそうですよ。5キャラ。ゲスミンの組じゃないから。ゲスミンできてなくてストレス溜まって、いや、ゲスミン私がやってるわけじゃないから。次は貝紐でお願いしようかな。え、貝紐は好きなんですか？明日さやかだね。あ、さやかか。ずっと話して。さやきもなかなかおっさんだからね。体型が分寝てるの、すごい。よく寝ます。よく寝ます。よくたまに壁に激突してカラます。スミいいね。あ、カラスミいいですね。かわいい。名前もかわいい。確かに、討伐だけでも毎日20万稼げる。確かに。すごい。うわぁ、そうですね。うわ、やばいな。ちゃんと言ってたらかなり稼げますね。お花、お花、お花ですね。やっぱりでも。やっぱお花ですね。内藤沙耶香、カッコ40。間違いない。中身、本当に、おっさんだよ、おっさん。アンキモさんはいつも、なんて言ったんですか、スクエニクスさんのドラクエ10の宣伝担当の方です。いつも、まあ、大使の母みたいな感じな存在ですね。サイピーのサブの名前はラーメン系。あ、確かにラーメン好きだね、サイピーね。よくラーメン食べてる。深夜ラーメンしてるイメージがあるわ。やばいよね、あの時間のラーですメン。よね、いつも1時とかにラーメン食べてる。ライトさやか40、かっこ小5って、やばいよ。ひどいひどい。アンキモ特製餃子食べて、そう、ゴットさん、アンキモさん、いつも、その、ご飯、美味しいご飯を作ってくれるんですよね。その、お家にお邪魔した時とか。最近はその、人狼会とか、もう結構集まりやってて、その時も、美味しいまそばかを、ないみたいなね。まかないを 作ってくださっ十て。何人分とか。そう、めっちゃ人いるのに、そう、大体13人とかでやってるんですけど、多い時はまあ、忘年会とかやるときはもっともっと倍ぐらいいますけど。そう、その時はもうみんなの分の、カレーやら、お蕎麦やらを作ってくださいまして。みんな、幸せっつってたの。メアリー、お久しぶりです。どうも。父、メアリー、母、アンキ。なんで私が父なの？ 近所のおっさん、アミ、インコ、サヤピ。サヤピ入っとるがよ。近所のおっさんにサヤピ入ってるがよ。ウケる。さっきから目に優しい色しか出ません。ちなみにスペシャル福引券。
もうユージ泣きそうになってたよ。え、なんでですか？中国配信の最後、締めの思い出コメントとかしてたら、うん、ちょっとうるっとして。早い早い、もうちょっと我慢して。もうでもついに、ついにでも来週。そうそう、で、一番先に泣くのは魚事務所の。そうか、そうですよね。魚事務所最初に泣くから、ユージ最初に泣くかもしれないですね。なんだろう、サヤピーも結構涙もろいですよね。うん、サヤピーも結構すぐ泣くから。かおちゃんはどうなの？かおちゃん。朝ドラでいつも泣いてるから。そうなんだ。うん、え、そうなんですか？ウケる？私も今台本書いてて泣きそうです。うわぁ。だって4期一番手がかかる。もう、アンキモさん、母親目線としてはね、いろいろ大変なところがあったみたいですけどもね、なおさらもう思い入れはでも深くなりますよね。かんちゃんギャグや泣くか？想像つかないな、全然。大山はどうなんだろう？大山さん泣くの？なんか、最初に泣いてたよね。え、何で泣いてるの？ストーリーで。あ、ストーリーとかでは泣くのかね。どうなんでしょうね。あ、そう、秋元さんいますよ、今。一番手がかかる。わろわろ。わかんない。でも、サイピーとユージは泣きそうだね。大山は間違いなくなる。あ、本当に？あ、そうなんだ。泣く絵しか見えない。そうなんだ。あ、大山さんって泣くの？そんな。へぇー。でも結構、なんだろう、感情豊かだもんね。あ、カバンいっぱいになっちゃった。あ、確かに、かおちゃんやばーいって言いそう。いや、ギラ泣きは、魚事務所じゃないの。P じゃなくて。ギラ泣きするのは魚事務所の定番でしょ？ちょっと、物売ってきますわ。大山感動屋さん。うん、そうだね。なんか、すごい、感情豊かな感じはしますよね。泣くっていうのは、私は見たことないんですけど。おうちゃんって誰？かおちゃんのこと？かおちゃんも私的にはもう想像つかないんだよね。一応 D9.10 で全員泣いた。あ、そうなんだ。シナリオでは泣いてるんだね、みんな。ユージの泣きどころがわからん。あ、そうなの。そうなの。コビノールかな。リューザって泣いたっけ？リューザは泣いた。うん？コニコニコの時泣いた。泣いてましたっけ？コニコニコで全然泣いてた。すごい印象に残ってんのはもう、ヌノコさんが泣いたっていうのと、インコさんも結構、ふうみたいな感じだったのも結構覚えてて。初代の卒業の時泣いたかな。なんかそういう雰囲気じゃなかった。そういう雰囲気じゃなかったですね。もう卒業って感じじゃないですよね。雰囲気は藤沢さんの卒業だったんです。そうですね。そう、藤沢さんが卒業だったから、で、私たちはまだそんな、なんだろうな、表でやるステージよりも裏で継続してずっとやってたから、思いっきりこう、卒業なんとかステージみたいな感じではなかったから、もうでも終わっちゃうね、みたいな、しんみりな感じで。どっちかっていうと。もう私たちは今日イットが卒業式になったんですけどね。そうですよ。今やみんなあっさりと倒しております。今日イットが私たちには強敵だったんですよ。はい。なんで、藤沢がメアリの始発待ち配信で泣いてた。よくそんなん覚えてるね。そうだよ。はい。終わった後にみんな始発待ちで、おかんと私が配信して、よっしゃ、また今日イットやってやろうぜ、みたいな。で、負けた方が、もう罰ゲームだ、みたいな感じで配信をやってたんですけど、その時藤沢さん泣いた記憶は覚えてないんですけど、よくリスナーの方が覚えてるね。初代は報告会か卒業式がなんかで、おかん一人だけレベルアップしてきて、吹いた覚えが、おかん超ガチだったからね。だって、10時間とか普通にやってたからね、おかんは。毎日のように。もうドラクエしかやってないんじゃないかレベルにやってたから、本当にすごかったよ。あ、広告、おのののかさん、おすすめの生放送です。ありがとうございます。ありがとうございます。美女にね、広
報告していただいてありがとう。何かが違う。山がない。山がない、山がない。山がないのは言えないから、私も何も言いませんけどもね。はい。実はリスナーの方もそうなんですよね。でもね、本当に結構そうで、私のことをチムメンの方がいつも知ってるんですよね。細かいこと覚えてるのに、チムメンは本当に。ご飯作ってた？あ、なんか、変なオムライスみたいな作ってたんだ。オムライス食べさせられてたじゃん。おかんの10時間、家でやってた10時間配信。みんな人を呼んでたやつか。で、結局あれでも10時間じゃなくて、10何時間ぐらいになってたんですよね。そう、おかんに変な明太子オムライスみたいなのを作られたんですけども、完全にスクランブルエッグだったっていうやつですね。あと、おかんはね、ほんとね、料理を腐らせる。鍋、が腐りまくって毛が生えてモコモコにカビが生えた鍋をちょっとメアリーに見せてあげるとか言って内緒で見せられて思いっきり私バラしてますけどポトフかな、あ、ケーキね、あ、ケーキ、毛が入ったケーキとか腐ったポトフとかを見せられてきて、あ、毛が生えたケーキは見てないかな、そう、ポトフ、それもポトフもポトフじゃないんですよ、明らかに見た目が。なんかポトフじゃなくて、なんだっけな。なんか見た目が全然もう、どっちかっていうと確かおでん系な、なんだっけな。なんかね、全然ね、ポトフじゃない上に最終的には、もこもこ白いのが生えてました。私も腐らせちゃう、うっかり腐らせることあるんですけども、あんなにもこもこの雪景色なのを初めて見ました、本当に。あ、そう、おでんは汚いに、でんって書いておでんだ。そう。そう、ポトフは、ポトって書いて腐れるポトフ。おでん、ケーキは、剣の毛でケーキ。っていうおかんのいろいろ。しかも、おかんのさ、この間の吉本さんのイベントの、なんかクソまずいのを作ってたらしいじゃないですか。それで一番受けたのは、クソまずいのを食べさせておいて、まずいって言われて逆ギレして帰っていったところが私超面白くて、ほんと面白すぎて、もうやっぱ私舞妓だわ、みたいな思ったよね。やっぱ舞妓だわ、みたいな思ったね、ほんと。私ほんと大好きなんですよね、おかんは。そう、前ちゃんの料理みたいな。なんだっけな。あ、カツカレーだっけ？揚げ物が。そう、揚げ物ができないから市販で買ってきたカツを剥がして、衣を剥がして使ったとか言ってもありえない。なんか魚のぐらいの衣を剥がして。あれくっつけたんですよ。焼いた豚肉に巻いた。いや、もう気持ち悪いな。なんか人工的。もう超人工的な気持ち悪い。嫌だ。てかよくその発想。あ、イカぐらいの衣か。いや、もう気持ち悪い。だったら、カツ買ってくればよかった。そう、カツを買ってきて乗せちゃえばよかったんです。手料理って言われたから、そこを作らなきゃいけないって思ったんですよね。いや、だったらまた本当カツそのまま乗せた方が良かったよね、絶対。いやー、やばい、本当に。しかもこう、カレーがシナモンみたいな。入れてないっしょとか言ってたけど、じゃあどうやってシナモンの味するの。いや、本当やばくて。で、つぼりましたね、あれは。いや、しかも逆切りして去っていくっていうのが超面白かった、本当に。もうおかんね、逆ギレの顔がやばかった、本当に。面白いよね、もう。やっぱ俺たちの舞妓だわって感じ。あ、よし。結婚したら旦那がかわいそう。ああ、ほんと、でも旦那が作れる人だったらいいんじゃない？作れる旦那じゃないと。あら、あ、やべ、今度は手紙を受け取らなきゃ。あ、現地でその様子見てた。あ、いいな。面白かったでしょ、絶対。おかんのスパイスカレー、きっとスパイスがシナモンだったのかな。はあ、面白いよね、ほんと。オムライス作ろうとしたら、スクランブルエッグになっちゃうしさ。占いで恋愛はないって断言されてた。あ、そうだっけ。舞妓かわいそう。私は大好きだよ、舞妓のことは。確かに、旦那は料理の腕前が上がりそうだね。料理が上手な旦那を見つけるんだよ、舞妓。頑張れ。
今度ね、また初代も集合できればいいんですけどね。まあ、やろうね、みたいな話をしてて。で、なんか前に、ピラやろうね、みたいな話をしてたんですけど、確か8層負けたから前。なんか4期がもうガチすぎて、どんどん勝ってるから、もう今更初代がやって、まさか負けるなんてことがあったら恥ずかしすぎるよな。2期の悪口をやってあげあて。2期がやらかしてましたね、もうそれは。ニコニコがすでにやっていたわ。だからめっちゃ届いてるし。まずは、ツールで受け取っていけばよかった。すごい溜まってる。だるいな。パンパンです。いつも郵便パンパンです。スペシャル福引き、本当ツールでやりたい。ツールで受け取りたい。あ、間違えた。これかなり難しい。ゴキゴキって響きが嫌だね。ゴキブリみたいな。ゴキゴキ。ゴキすごいよね。ゴキすごいですね。何ゴキはすごいですよね。がすごゴい？キはすごいですよ。っていうことだけ、ゴキはとりあえずすごい。いろいろな、まあ、ゴキブリっていうのすごくさかもしれないですし。そこはご想像にお任せですね。皆さん、想像してみてください。その、どういう意味のすごいかっでもていう。年明けぐらいで超大型生主がはい。ドラクエ始めるんじゃないかな。え？超大型生主がドラクエ始める？なんか昨日おでん食ってたけど。昨日おでん食ってた？え？ハンバーガー食べたりとか。ハンバーガー食べたり。椿、椿。私見てなかったよ。そうだ、そうだ。そうなんですね。ニュ？ じゃあみんなには分かってたかもしれないね。年明け？まあ、ちょっ椿さとん。調整中。あ、そうなんですね。でも椿さんも始めてね、どんどん生主増えますな。生主増えますね。すごくじゃないいや、それはないだろう。初心者じゃ初ない。心者じゃないで。さあね、まあ、動きはどうなるんでしょうね。あるのかないのか。あったとしたらどうなのか。まあ、楽しみにね。ここで発表はもちろんないですけどもね。5期はね、あるんだったら私入りたいですね。本当に。入れる人は若干1名だ若け。干1名、まあ、います ね。1名だけ1入名れだた。け入れる。石川っていう人がね、入りそうな人は1人ね。石川祐太郎さんって5期の人でしたっけ？ そうかも。多分ね、みんなね、石川龍太郎って人を多分ね、みんな夢の中で見てるんだけどね。多分、予知夢を見てるんだよ、みんな。違和感。カオスゼロさんもね、すごい面白かったですよね。すごい配信楽しかった。おしゃべりもやっぱりすごい芸人さんだからお上手ですしね。楽しかったですよね。そう、デジャブ、デジャブ。石川さんの件について多分みんなデジャブですね、きっと。そういうこと。夢の世界の住人だった。いやさ、きっと夢の世界の住人だったんだよ。多分私たちに、もし今見えてるとしたら、それは幻。だってね、卒業したわけないもん。したわけない。卒業したわけないからね。カオスゼロさんはさすがに配信はしないと思いますけどね。どうなの？でも楽しかったからね。してほしいという要望はたくさんありそうですが。なんだ、架空の人物だったのか。いや、そうかもしれません。多分、クリスマス配信にいたとしても、それは、夢の石川さんですよ、多分。ソロコーナーあったけど。思いっきりソロコーナーあったけど、思いっきりソロコーナーもありましたけど、あれも、ちょっとみんなで一体ちゃんと同じ夢を見ているっていう感じですかね。あ、23日も行きます。ありがとうございます。初代は何をするんでしょうか。
去年は初代はあれですね、語りながらあれをしましたね。ドラクエのジェンガだっけな。みたい、ジェンガじゃん、みたいな、なんか、ゆらゆらみたいなやつをやりましたね。カムバック大使みたい。カムバック大使ね、なりたいわ。レコタでカムバックやりたいわ、ほんと。石川未来から来た人か。そうですね。おそらくそうだと思います。トランクス的だね。10連のスペシャル服。踊り、マイヤーそば、ちょっと外。踊りなんですけどね、皆さん。ちょっと期待してて。やばいよね。やばいですね。本当に。ちょっとね。何がやばいって、洋介さんがやばい。いろいろな意味で、まあ、練習がされてる。まあ、でも忙しいですからね。いや、ハードル上げてくー。あ、そうなんです。実は、前回の GQ10TV 見た人はご存知だと思うんですけど、実は私も踊ることになりまして、あ、本当にやることになりました。はい。最初拒否したんだよね。そうなんです。私、本当に踊りやりたくなくて、私、基本拒否るとかありえないんですよ。基本、こういうことで、は何でも出たがる方なんで、拒否るとかないんですけど、ちょっとローソンダイエットを見てくれた人、出た人にはわかると思うんですけど、私の踊りはあれなんですよ。まあ多分ネットで検索したらニコ動とかに多分上がってると思うんですけど、誰かがね、上げてる人もいると思うんですけど、本当に。いや、あれは、あれよね、踊り、ダンスレッスンの打ち上げに、メアリーが途中参加して肉食べちゃったんだよね。そう、なんで巻き込まれたかっていう裏話はあって、ちょっと言っていいのか迷ってたんですけど、あの時、前回の DKTV で、陽水さんが急に私を巻き込んだっていう流れには皆さんには見えたと思うんですけども、実はその前に、1回目のみんなのダンスレッスンの後に、その、しゃぶしゃぶにそう行ってたんですね。皆さんが、ダンスメンバーの方々。で、そこで、1人確か、席が余ってたのか、取れなくなっちゃった来れんなだくよなっちゃっね。た。で、キャンセルが出たから、じゃあメアリーおいでよってヤンキモさんが言ってくださって、私は、あ、じゃあぜひぜひって、家もそっから近かったので、まあ、パッと行ったんですよ。そして、もうなんかみんなが、まあ、ダンスに巻き込もうとしてくるんですけど、いやいやいやっつって、私は絶対やりません。ダンスだけは本当にやりませんっつって、まあ、過去のね、イージードゥダンスとか、動画を見せたら、逆になんか、もうやるしかないみたいなこと言われてしまっあて。の動画前に出 てシくるな。ャカシャカとかね。全部前こういうやに出つてとかくね。皆さん覚えてる人もは覚えてると思うんですけど、まあ大体初耳ありの動画検索したらまあわかると思うんですけども、まあ気になる人は見てみてくださいね。まあそんな感じの私のダンスは本当にひどくて、それをひどいってことを証明するために皆さんに見せたんですけど、それが逆効果でむしろやらせていこうみたいな。ヨースピさんに至ってはもう、俺より、なんか、やばい人をちょっと入れたいみたいな、そういう意思もあって、まあ、私は、まあ、巻き込まれそうになりましたが、いや、やりませんと、私は言い張って言ったんですけど、私は、そこにあった、しゃぶしゃぶの肉を食べたんです。当たり前ですよ、呼んでもらって肉食べないって。野菜だけで嫌だよ。肉食べたら、もうアプリコットさんに、みやりさん、肉食べましたよね。肉食べたんだったら、やるしかないですよね。って言われちゃって、もう案の定みんなも乗っかってきて、いや、肉食べたんだからやれよ、みたいな 流れになって、無理やりいつの間にか陽介さんに、そのダンスメンバーの LINE にぶっ込まれ、で、ぶっ込まれて、メンバーに入って、さすがに、そこでやりませんっていう私はすごく格好悪いなって思っちゃったんで、そで、の後に私が衣装をあ、そそうこだ。で揃えるよって URL を送ったら誰よりも先に言われたっていう。違うんですよ。違うんです。あのグループラインで、だって、いや、なんかまだやるかどうかも決めてないみたいな感じだったのに、あのグループラインで衣装を私これで、みたいなことすごい言うの恥ずかしいなと思って、アンケモさんに個人ラインで、あ、ちょっと、こっそり、こう、この衣装でお願いします、みたいな注文をお願いしたら、まあ、その後、見事にグループラインに全部、バレてしまい、あ、メアリさん一番最初に気合い入れて送ってきましたよ、みたいな流れになっちゃって、よし、もうやるしかないよね、みたいな流れでからの DQ10TV での発表っていう感じだったんですよ。はい。
つまり肉契約ですね。はい。肉契約、鼻水出ちゃった。肉契約を結んでしまったわけですよ、この初耳ありをね。やる気満々な人じゃないの、本当に。私、本当に心の底からダンスだけは下手くそな自信があって、本当にダンスはやりたくなかったんですけども、でもその日からもう私はね、もう本当にね、いや、頑張りました。今3番手ぐらいうわー、嬉しい。3番手いただきました。3番手いただきましたよ。そう、その日から本当に、まあ、何回もやったっていうわけじゃないんですけど、まあ、愛樹先生にね、はい、教えていただいて、深夜練もかまし、練習しましたよ。頑張りました、それね。肉奴隷になりました、はい。なんだ、それもう。何人中の3番手？え、何人いるの？15人ぐらいですか？15人ぐらい。15人ぐらい。15人、そう、13人。5、4、無理で、5人だから14か。14人中、だいたい3万っていただきました、イェイ。 でもね、突き詰めれば突き詰めるほどいろんな課題が出てきて楽しいですね、ダンスはね。踊り手さんたちが優しいよね。そうですね、すなんごいか、丁寧に教えてくれる。一つ一つすごい丁寧に教えてくれるし、もうそういう私たちできない組の練習にもすごい付き合ってくださるってことも本当にありがたくてですね。はい。いや、踊り手を追い抜くことはありませんよ。踊り手だもん。は ないんですけど、本当に。でも、本当にね、カズくんだけもすごい、やっぱり練習してただけある。上手ですね、すごく。教えてもらってました、二人に。でもね、結構私的には振り難しかったんですけど。あれ難しいよ。難しいですよね。なんでユウスケさん自分で言ったと思った。自分で背負ってしまいましたよね。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。え、また3位かよ。え、確かに。 やめて、それだけはやめて。それはやめてあげて。3位っていうのはやめてあげて、ほんと。3位大使はやめてあげて。私、知らない人が今はほとんどだと思うんですけど、ね、初代の頃から、何でも3位、ローソンダイエットの頃から3位だし、もう何でも3位だねって言われてきたんですよね、3位に対してね。はい。今来たタイムシフトかと思った。いや、まだまだ、あと5分しかない。あと5で、今日はこれで枠を終わりにします。懐かしい人は懐かしいでしょうね。でも、ね、もはやローソンダイエットなんて全然知らない人が今半分以上かもしれないですね、本当に。ありがたいことに増えてるよね。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。次は決まってないんですけれども、なるべく頑張ってやっていきたいと思ってます。また配信待ってるよ。ありがとう。ありがとうございます。楽しいね、でも。久しぶりになるとね。配信でレグナードとか超やりたいんだけどね。本当。ちょっと解像度とかを見直しときますわ。このままだとちょっとね、カクカクしちゃうので。はい。元気は元気です。あ、ローソン見てたよ。ありがとう。ね、嬉しいですね。ローソンからずっと見てくれてる人は本当にもう2年のお付き合いになりますからね。早いもので。いや、2年以上経ってるかも。もうかなり長いですよ。あ、キモさんのいい質問。いや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 。さすがに。でも、メアリのダイエット放送を見て DQ10 始めた。うわー、超嬉しい。DQ、ダイエットからの DQ 始めた人もね、まあ、チーム面には結構いるんですけど、まさか他にもいるとは。ありがたいですね。本当にありがたい。2年半くらいかな。DQ10 やりました。はい。スペシャル福引きを引きました。 ちょっとすいません。で、あとコメビュー入れてないんですけど、もし立ち見出てたらごめんなさい。出てないといいんだけどな、この感じだと。出てんのかな？ごめんなさい。今見れてないです。いたとしたらごめんなさい。はい。あ、隠れてるのね。あ、隠れファン。もう隠れファンっていう響きも懐かしくなっちゃいましたね。ああ、なに？まだ道具開いて、ああ。なんだ、ダメだこれ。また、売りに行くの忘れてた、今度。もうほんと、溜め込みの性格ダメですね。何でも溜め込むから。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。ファンがなぜ隠れるのか分かった。え？嘘？なんで？今日の放送で分かった。なんで隠れんの？ あ、違う。コミュニティ登録じゃないよ。タグにミス3位が登録されてるじゃん、ちょっと。コミュニティ登録じゃないし。ありがとう。ありがとうだけありがとうじゃないけど、ありがとう。じゃあ、ひぎ大将を見てダイエットしてる人を聞いた。
初期対象を見てダイエットしてる人を聞いたことある。あ、そうなの。いや、ダイエットしてるの。すごいね、それは。そう、大将ね、みんな大体持ち物整理できませんね。メールが切りすぎて声かけられなかった、そういうのは拾いますよ。絶対に拾いますよ。絶対に拾いますよ。あと2分だ、もう物売って終わりだわ、これ。もう何をしに来たの。結局、まあ、久しぶりだから、語りで終わってしまいましたね、ほとんど。絶対見てもらえあ、はい、そうですね、23日とかに見てもらおうかな。鳥様に。鳥様か梅田様に見てもらおうかなと。バイト雇ってないよ。なんかもう、椿さんにもそういうこと言うしね、私も、ほんと。レコが眩しすぎて隠れちゃうでしょ？もうなんか、あの、ステージのライトアップでレコをプロギーの時には本当反射がやばいですよ。オーディションに立ち会いありがとうございます。あ、小瓶値上がり。あ、確かにね。これ待って。1個30円と考えたら3個でサザンが90円か。あ、90円だよな。90円とかバザーで売る。最近ふさふさですね。ああ、最近ふさふさですね。最近割と髪も切ったし、この辺にボリュームが あるふさふさなんですけど、その前髪やめろよって言われるんですよね。大学の友達とかに、いや、ほんとそのスカスカした前髪、ほんとやめろって言われて、ちょっとずつちょっとずつ前髪増やしてるんですけど、このなんかスカスカっていうこの間があるのがどうも友達は変と思うらしくて、そう、すだれっぽいって言われるから少しずつ増やしてるんですよ。そう、でもこの辺のもう、髪が、この辺にも髪が、ないというか、つむじがもうだいぶ後ろなんですよね。なので、多分これ後ろの、後ろの毛しかならないんですね、これ。だから、どうにか横ら辺から持ってきてるんですけど、あーじゃないよね。あ、やべ、あと10秒だ。ということで、ハゲの話で、髪の話で終わりましたけど、また、じゃあ、